皆さんこんにちは、文字アーティストの翔吾です。今回はですね、名詞に関するお話をさせていただきます。今回の、テーマはですね、名詞の方向です。名詞には、このように縦と横がございます。私はですね、この縦と横にちゃんと意味を持たせています。どういうことかと言いますと、この名詞というのはですね、そのビジネスマンとか会社経営者の人たちにとっては、これは武器です。で、戦国時代で例えるなら、まあ、刀ですね。その刀をどういうふうに扱っているかということなんですね。例えますと、刀をこう縦にこう相手にかざすか、横にしてこう防御とかこう身構えるっていう体制になるんですね。で、例えばですね、この縦の場合どういうことかと言いますと、自分自身の軸がしっかりしていて自己アピールをしたいとか、まあ、この自分に勢いを持たせたい方にはこの縦をお勧めしています。そして、こちらの横、こちらの横はですね、今自分自身の、まあ、軸はないけどしっかり地盤を固めたいとか、裏方の役に自分は徹してるなと思っている方に関してはこの横をお勧めしています。そのような感じで私の名詞制作は必ずこういろんな場面場面で意味を持たせていますので、ぜひ依頼の際はいろいろ質問してください。はい、それでは実際に名詞制作の流れを再現しましたのでどうぞご覧ください。木本さん、こんにちは。こんにちは。文字アーティストの翔吾です。あ、どうもです。はい、今回は名詞制作ご依頼誠にありがとうございます。はい、名詞制作にあたっていろいろご質問させていただきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では最初にですね、まず名詞の方向を決めたいと思うんですが、はい、木本様は、縦と横どちらがよろしいでしょうか。あ、縦の方がいいですね。縦ですね。はい、かしこまりました。しますと、その次にはですね、名詞の、まあ、情報の入れ方なんですけど、はい、表に凝縮するパターンと表と裏にこう分けてこう入れるパターンがあるんですが、はい、どちらがよろしいでしょうか。表と裏で分かれてる方がいいですね。はい、分かりました。しますと、表にはですね、名前だけとか名前と屋号を入れるっていうことになると思うんですけど、はい、それはどうしましょうか。表の方は、はい、肩書きと名前だけで、はい、会社名とか入れなくてもよくて、はい、で裏の方に、はい、Facebook とか、はい、あと YouTube、ね、あー、YouTube ですね、はい、とか、電話番号とか、はい、メールアドレスとかそういったのと、はい、あと楽しく美しく、はい、一緒にっていうキーワードを入れてほしいんですよ。はい、楽しく美しく一緒にですね。はい、はい、ということは、あれですね、コンセプトが、楽しく、美しく、一緒にということでよろしいですか？はい、そうです。はい、ありがとうございます。で、一緒にっていうのは、はい、楽しく、美しく、一緒にっていう、このトゥギャザーっていうのはすごく、重要なので、はい、そこがちゃんと伝わるような感じだったら、楽しく、美しく、はい、みんなで一緒に、稼いでいこうね、みたいな、そういったイメージが伝わればいいかなと。はい。ありがとうございます。しましたら、あとはですね、好きな色を聞かせていただいてもよろしいですか？青、水色のちょっと入った青とか、はい、そうですね。あとは、筆の文字だとやっぱ黒すごく好きだし、はいはい、そうですね。今パッと思い浮かんだのは、そうですね。はい、服とかが、はい、縦の、はい、スーツで縦にこうストライプの入った紺のスーツが僕一番好きで、みんなからよく似合うって言われると思うんですね。はい、はい、なんかそういう感じ、まあ、がいいかなというのは直感的には思いました。もしお写真とかあれば後で送っていただいてもよろしいですか？あ、はい、送ります。あ、お願いします。はい、LINE で大丈夫ですか？あ、LINEでお願いします。はい、はい、ましたら、あとはですね、木本様が、まあ、価値を提供している、まあ、活動内容というか、そういう分野に関してなんですけど、はい、まあ、何に力を一番入れてるかっていう話になります。はい、で、それを教えていただけますか？動画を、はい、どんなに、初心者の人でも、はい、
すぐに楽しく美しいものを作れるよっていう、はい、そこを入り口として、はい、そこからすごく高いレベルの高いものに行ってもいいし、はい、本当に楽しいムービーの作成、楽しくて美しいっていうムービーで、はい、こう周りの人に動画メッセージを送ったりとか、はい、そういう活用の仕方を教えてるんだよっていう、うんうんうん、その楽しく美しく撮るっていう本当に基本的な技術さえ学べば、はい、ビジネスにも使えるし、はい、コミュニケーションにも使えるし、はい、可能性は無限大なんだよっていう、うんうんうん、そういったのを伝えていきたいです。はい、ありがとうございます。例えば具体的に、そうですね、例えば私であれば文字アーティストとしてそのこういう作品を作るとか、あとは別の方ですとその SNS ブランディングとかそういう、まあ、具体的にその簡単に、まあ、まあ言うと何っていうのはありますか？マルチメディアプロモーターっていうのになるのかなっていう、はい、あ、そしたら、もう一つお聞きしたいんですが、はい、表はまあその名前もいりますけど、屋号というのは、何にいりますか？屋号は、はい、株式会社プロデュースっていう風になると思います。はい、はい、でも今マルチメディアプロモーターじゃなくてプロデューサーの方が、マルチメディアプロデューサープロデューサー、はい、肩書きしてもらった方がいいかもしれない。あーってなると、屋号の方には株式会社プロデュースでよって、はい、裏に入るその、先ほどおっしゃっていただいたマルチメディアプロモーターをプロデューサーで、はい、プロデューサーで、はい、今広げるのではなくて、はい、その一人一人の方の、うん、広げるお手伝いを、はい、プロデュースしているので、はい、コンセプトがそっちの方が正しいから、はいはい、まあ、あとは、そうですね、最後に入れる、その情報の確認をさせていただきます。はい。まず、電話番号。はい。E メールアドレス。はい。は、Facebook の、アカウントの、あれですね、そうですね、アカウントに関してなんですけど、その、はい。一般的には URL を入れる方が多いんですけど、はい。まあ、私の、この、作っていただいた、この、今、LINE で送った、画像を見ていただければわかるんですけど、はい、その検索のこの何て言うんですか、この括弧、はい、括弧の中にこう自分の名前が入るように、はい、こういうふうになんですか、分かりやすくするものもあるんですけど、はい、どうしていかがなさいましょうか。あ、そういうふうにしてほしいです。わかりました。はい。はい、あとは YouTube の、方なんですが、こちらはどうしましょうか。YouTube の方のアカウントは、はい、LINE で送りますので、そちらの方入れていただければ。ありました。はい。はい。ただ、一応確認のために、電話番号と E メールアドレスも後で LINE の方で送っていただければありがたいです。はい、あ、わかりました。はい。あとはですね、まあ、デザインが決まった後に、印刷にかかるんですけど、はい、印刷する紙の種類がいろいろありまして、はい、以前、そのお見せした、まあ、私の名刺のこの、両面ミラーコートっていう、はい、ものがあるんですけど、はい、このようなものにするか、また、普通の、なんですか、一般的な、名刺の印刷にするかっていう、まあ、選べるんですが、そちらは。あ、そうですね、ミラーコートで、ぜひ。ミラーコートで、はい、はい、かしこまりました。ちなみにミラコとなりますと、プラス、1050円かかってしまうんですが、よろしいですか？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ですね、それは以上でヒアリングの方は終わりになりますので、はい、この後ですね、名刺のデザインを制作しましたら、また、LINE で写真とメッセージをお送りいたしますので、もう少々お待ちください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、それでは、実際に名刺制作を行っていきます。名刺制作をする上で一番、大事にしていることはですね、まあ、その人のエネルギーをやっぱりこう高めるために、まあ、勢いのある字を、書いていくわけですね。まずですね、まあ、屋号と名前があったらまず名前を先に、書いていきます。実際に書いていきます。屋号ですね。まあ、屋号はですね、まあ、バランスとしては、まあ、7-3 ぐらいですね。まあ、7が名前で、屋号は3ぐらいの大きさにしないと、まあ、例えば同じ大きさにするとですね、まあ、そのどっちがメインなんだという話になってしまいますので、まあ、名前がメインですので、実際に一緒にやっていく。しました。はい、そうしましたらこちらですね、LINE で、クモコ様に写真を送ります。実際に、はい、そしたらで実際に、写真を見てもらって、まあ、修正とか、まあ、もっとこうした方がいいという意見をいただきながらどんどん、そのイメージに、近づけていきます。はい、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。名刺制作はこのような流れで行っています。皆さん作りたくなったのではないでしょうか。はい、名刺制作の依頼は、下のですね、説明欄にありますので皆さんお申し込みのほどよろしくお願いします。